はい、NHK をぶっ壊すということで、小西判決が出ています。昨日なんですが、裁判所の判決が出ておりまして、綾野剛をですね、被告とした裁判、原告立花孝志個人、政党政治家女子法廷等も、原告なんですが、被告が綾野剛こと河合剛、被告株式会社トライストーンエンターテインメントと、こういう、ね、形で主文となってます。で、主文、原告らの被告らに対する蔑視動画目録記載の各動画の削除義務、不存在確認請求に係る訴えをいずれも却下する。原告立場のそれらの請求をいずれも棄却する。却下と棄却っていう言葉が出てきててですね、訴訟費用は原告らの負担とするという判決なんですが、これ、これだけ見てると負けてるっぽく見えるんですけどね、こちらが。ただですね、この裁判、これ福永弁護士が代理人をしてくれていますので、福永先生の方で細かく詳しい解説はしてくれると思うんですけども、実質これは勝っています。何が勝ってるかっていうとですね、まずこの物語というかストーリー、懐かしいと思うんですが、このようにですね、綾野剛君が所属しているトライストーンエンターテインメントがですね、代理人の弁護士を3人立てて、当時の私の NHK 受信料を支払わない国民を守る党の当主の私にですね、内容証明の警告書を送ってきたんですね。で、トライストーンのこの裁判、これね、要は綾野剛君が引行をしたっていう YouTube を僕が出したわけですね。このように綾野剛の引行を NHK 政見放送でオンエアしますとか、綾野剛の引行をっていうようなこと、綾野剛の引行をっていうのがいっぱいあるわけですよ。ガーシーチャンネル政見放送でやりますとか、引行って簡単に言えばジャニー喜多川がやってることと一緒ですよね。で、そういうことを YouTube で発表しているものを消せと言ってきたことに対しての裁判なんですよ。内容証明は送りましたけども、こんなのは、冗談ですと。綾野剛は引行なんかしてません、だから消してくれってきたんですよ、この裁判の中でもね。ところが、いや、綾野剛さんが引行してないんだったら、ちゃんとそちらは、名誉毀損なり損害賠償を請求したらいいじゃないですかって言ったら、いや、綾野剛は引行してないけどお金くれとは言いません、綾野剛は引行してないけど立花さんの YouTube の動画を消せとは言いません、だから裁判を終わらせてくださいっていうことを言ってきたんですね。で、もうそれで、これ今後僕の YouTube 消さなくていいんですよねって言ったら、あ、いいですって言うから、裁判が終わったということなんです。解説難しいんで、福永弁護士の話聞いてもらっていいんですけど、少なくとも綾野剛君本人じゃないけど、綾野剛君が所属しているトライストーンエンターテインメントという会社は、綾野剛君が引行しているという動画をですね、拡散され続けても文句言いませんっていうことです。どういうことかと、綾野剛君が引行してるんでしょ、引行したんでしょ。じゃあその引行したことをですね、これからまさに刑事事件が今始まっていて、この先ですね、綾野剛君は虚偽告訴罪とかなってくるかもしれませんよ。だって、分からないですよ、綾野剛君が何を名誉毀損されたのか。だからその薬物のことなんかも確かガーシーが言ってたと思うんでね、引行以外の名誉毀損のことを言ってるのかもしれません。この辺は裁判が進んでいったら分かるんでしょうけども、これが届いたのが去年の4月ですよ。この頃にはまだね、僕とガーシー直接電話したりとかしてなかったんで、まだツイッターの DM でやり取りしてる頃です。これからもう1年2ヶ月経ってやっと判決が出てるわけですよね。だ、そういう意味では刑事裁判もちょっと長くなると思いますが、ガーシーが僕は 100% 正しいことをしたとか、ガーシーが悪くないということつもりは全くありません。ただ一方で、ガーシーの暴露、いわゆる告発ですよね、によってこの社会が非常に住みやすくなってきていると、悪いことをする人があぶり出されてきているというのもまた事実ですので、そこはですね、全てガーシーが白とか正しいというつもりはありませんが、私はガーシーのことをこれからも弁護士の手配、そしてガーシーのご家族、そしてガーシーがこの後ですね、自由になった後のお仕事の斡旋生活の保証とかをしていきたいと思っておりますので、ぜひね、私の方、ちょっと私も今収入がね、党からの収入が今なくなっていまして、私の経営している会社に視聴を振り込んでいただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊す。